田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム11待機児童解消も脱箱物行政でと題してお届けをいたします。ご存知のようにですね、2013年政権交代をした後にですね、待機児童の解消プランというのを政府が発表して、2017年つまり今年にはですね、待機児童は全国でゼロになるというふうに胸を張ったわけでございます。しかしながら先日政府は、いや3年待ってくださいというお話になりました。とそこで野党の皆さんはですね、3年も待ったら子どもはみんなもう小学校入っちゃうよと、もともと出生率も減ってきてんだから子どもが減少するのを待ってんじゃないのというふうにやいのやいの言っております。しかし、やいのやいの言うだけでなくてですね、今度こそ待機児童問題に終止符を打つと胸を張った政府に対してですね、どういう代替案を出すのかということをしないと全く議論がないという脱レッテル貼りになってしまいます。そこで私が知事時代からずっと提唱してきていることが、駅前の空いた商店のお店、あるいは住宅街の空いたお家、こうしたものを使ってですね、保育所を作るべきである。すなわち新たに税金を使って建物を作る箱物行政でなく、今あるものを消防法に適用して台所を防火にする形で、わずか5、600万円の金額でできます。4000万、5000万をかけて建物を作るっていうのとは違う、この脱箱物行政を提唱をしてきました。当初はですね、おじいちゃん、おばあちゃんをこうした場所で宅老所、自宅の宅に老人の老で所というデイサービスをしました。ある一人の女性の職員がですね、保育士の資格を持った人がここに配置すれば、0歳から就学までのお子さんも一つ屋根の下で、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にお昼ご飯を食べて、一緒にお昼寝をすれば、お互いの元気のもとがもらえるんだと言いました。で、これを350箇所県内に設けたんですね。日本ではずっとその後もですね、幼稚園業界と保育園業界を統合しよう、つまり文科省と厚労省の不毛な争いのような箱物行政で、幼保一元化と言ってきました。その前に老保一元化、老いも若きも一つ屋根の下でということが大事であります。同時に日本はなんと未だに待機児童という言葉の定義ができていないんですね。そこでこちらをご覧いただくと分かるように、世田谷区をはじめとするところは、ご自宅で仕事が見つからないのでパソコンで仕事を探しながら保育をしているお母さんの子ども、これも待機児童に含めています。あるいは、もう少し保育を自宅でしたい、いやいや保育所に子どもが通えれば仕事に復帰しようと思ったのに保育所に決まらなかったので、ご自宅で育休を延長しているお母さんの子ども、これも待機児童に含めています。ところが例えば横浜市の場合はいずれも待機児童に含めない、そこで待機児童がゼロになりましたと述べたんですね。ところがなんと保留児童という、ほとんど横浜以外の自治体では使っていない言葉で、このような世田谷や杉並では含めていたものを、保留児童としてしまう。なので両方合わせるとなんと6000人を超えてしまっているということです。ましてや横浜の場合には370億円も民間企業にお金を渡して民間参入をして保育所を増やそうとしました。まさに箱物行政であります。ですからこうした発想を変えていこうということが、脱箱物行政を福祉においても行うということです。もう一つ、フランスでは例えばご存知のようにですね、対 GDP 比で子育て支援を3倍も日本よりも使ってるんだということをよく日本の NPO の人たちが述べています。だから予算を増やしてくれと述べているんですが、予算を増やしても先ほど述べたように箱物のですね、保育所を作っていく形ではお金がいくらあっても足りません。フランスは何を行っているかというと、子育ての経験があるおばあちゃんであったり、あるいはお母さん、こうした人たちに訓練をしてもらう。登録者が34万人もいます。そして26万人もこうした形でご自宅で最大3人まで近所のお子さんをお預かりする。週3日しかできない人がいれば、近所の、別の方が週3日一緒に見てあげるというマッチングも行っているわけですね。そしてこういう形での保育がフランスの場合には全体の7割を占めています。これこそはまさに脱箱物行政であります。そしてこうしたご自宅で保育経験のあるママやおばあちゃんが保育をするのに対して、自治体が専門職がいてきちんとフォローアップをしてあげているという形です。日本でもなんと68万人もの保育士の資格を持ちながら現在働いてないという方々がいらっしゃいます。こうした方々もフランスのような
ご自分のうちで行うことができれば、週に3日は私が見ましょう。残りの3日は同じ昔保育園で同僚だった人が1キロ離れたところに住んでるから、そこでお預かりしましょうという形ができます。まさに保育も脱箱物行政ということが、少ない税金でより大きな幸せを皆さんにお届けすることができる、ボリューム11でした。